こんにちは、さくさんです。はい、今日も冷蔵庫の余り物で料理していきたいと思うんですけども、今日はほうれん草とツナが家にあるので、ほうれん草とツナの卵炒めを作っていきたいと思います。これもね、とっても簡単に作れる、なんかもう簡単なものしか私作ってないんですけど、晩ご飯の一品とかにもなると思うので、皆さんもぜひよかったら一緒に作っていきましょう。まず最初は卵を焼きます。半熟っぽく焼くんですけど、この焼く卵の量は結構お好みでって感じだったんで、今回は卵を2つ使います。卵これを割って混ぜて、そこにマヨネーズをちょっと入れるみたいです。卵混ぜ。なんか卵を混ぜてる時ってすごい無心になりますよね。なんか何も考えずボーっとやっちゃう。マヨネーズを入れます。これも適量って感じで使って、わかるかな、ちょっとわかりづらいんですけど、このぐらい入れました。なんかね、確かにこのマヨネーズを入れたらなんかこうふわっとするみたいな聞いたことがある気がする。今混ぜたこの卵は多めの油で炒めるっていうか焼いていくって感じです。多めの油、結構多めに、だいぶ多めに引きました。それでは卵投入します。はい、半熟ぐらいになるまでこうぐるぐるかき混ぜたりします。いいかも。よし、 OK。 はい、半熟ぐらいになった気がする。これを一回器に移します。これぐらいの半熟具合、いい感じにできましたね。で、次はほうれん草を切ります。なんか本当やったらいつも切ってる手元を写してたんですけど、それにね、使ったスタンドを私壊してしまってこないだ。だから今日はちょっと手元のシーンないんですけど、まあ、ほうれん草を切るシーンは正直多分今回3回目ぐらいになっちゃうから、今回はまあなしということで、洗って切っていきます。今日はほうれん草を切っている後ろ姿ですみませんが、お願いします何をはい、切れた。それではツナと、ほうれん草をフライパンで炒めます。で、醤油少々とみりん少々で味付けをします。この料理においての少々っていうのが私すごい難しいなって思ってて、今日もどれぐらいの少々で行こうかなと考えてます。先にフライパンちょっと一回洗いました。で、ツナは本当は一缶でいいんですけど、私ちょっと半分、前に使った分が半分余ってて 1.5 もないけどぐらいでやります。だからちょっと卵もちょっと多めに今回はやりました。今炒めなるです。今こんな感じです。ここに醤油少々、みりん少々を加えます。少々するか。あ、めっちゃでもツナのいい匂いがする。硬っ、醤油めっちゃ硬いんだけど、醤油なんかね、硬い、こんな硬かったっけ、醤油って。やべ、どうしよう、醤油なんかね、あ、いけた。醤油少々、醤油少々、あ、すごいいい匂いがする。ほんのちょっと味見してみます。
うまっ、めっちゃいいやん。味が整ったなって思ったら、このフライパンにさっきの卵を入れます。ラストはごま油をちょっと入れて風味付けします。ごま油も少々いくぜ。いいっすね、できた。ちょっと量多いかも、いにしては。まあでも置いといて、冷めたりしても美味しいと思うから。はい、ということで完成しました。ほうれん草とツナの卵炒めです。ごま油がすごい効いてて、めっちゃいい匂い、美味しそうなんかご飯にもすごい合いそうやし、ご飯の上にかけたりしてもなんかちょっとそぼろ的な感じがして美味しそうだし、すごい簡単に作れました。皆さんもぜひぜひ今日の晩ご飯とかに作ってみてください。バイバーイ。